全国大学生協連学生委員会で学生委員長を務めております、琉球大学教育学部4年次の安井正幸と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。貴重な機会を頂戴できたことに改めて感謝を申し上げます。それではですね、本日はですね、コロナ禍の大学生の今と頑張りというテーマでご報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに、アンケートの実施概要についてお話をさせていただきます。2021年の7月5日から7月19日の2週間にわたって、全国の大学生、大学院生を対象にウェブ調査を行いました。7832の回答を頂戴いたしまして、今回のご報告では、回答者の97.5%を占める学部1年生から学部4年生の集計結果に基づいてご報告をさせていただきます。なおですね、現在、アンケートの結果を受けまして、大学であったり、各政党であったり、他の協同組合等にですね、結果を発信をさせていただいている最中でございます。PDF 資料の方にはですね、リンク等も設けさせていただいておりますので、ぜひそちらからご覧をいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回のご報告ですが、3つのテーマに沿ってお話をさせていただきます。3つの危機の多様化。とりわけ2年生の不安な環境について、そして3点目に着目すべき学生の頑張りについてお話をさせていただきます。まずはじめに3つの危機の多様化についてです。3つの危機という言葉はですね、なかなか馴染みのない言葉かなというふうに思いますので、少しだけご説明をさせていただきます。暮らしの危機、学びの危機、コミュニティの危機というふうに、言っているのですが、これはどういうことかと言いますと、2020年の4月、5月、7月にもですね、今回と同様の調査を行いました。その調査結果から浮かび上がってきた学生の姿について、3つの危機というふうに呼んでおります。暮らしの危機については、やはり学費であったり生活費の観点です。学びの危機については、ウェブ授業のお話であったり、実習について、進路についてのことを指しております。コミュニティの危機というのは、友達がゼロという結果が出ていましたので、そういったことを指しております。今ご覧いただいているものは、2020年の調査結果に基づいたものです。1年経ってみて、この3つの危機がどのような風になったのかということについて、今からお話をさせていただきます。まずは、暮らしの危機についてです。暮らしについては、アルバイト収入は依然として厳しい状況が続いております。ただしですね、非常に今多様化をしておりまして、0円から3万円未満の収入ですっていうふうにご回答いただいた学生が増えている一方で、2年生のところで見ますと、アルバイト収入が4万円から7万円の層もいたりします。ということで、かなり学生の間でも差が広がってきているということです。上から2番目の図表のところで、緊急事態宣言、まん延防止措置でシフトが減り、収入が減りましたというふうに回答している学生は3割程度いますので、かなり今回の緊急事態宣言であったり、まん延防止措置等の影響を学生は確実に受けている状況ではあるのですが、冒頭申し上げた通り、かなり学生の間でも差が広がっています。これはなぜかと言いますと、2点理由を挙げておりますが、1点目としては、やはりアルバイトの職種によってかなり明暗が分かれております。飲食店でアルバイトをしている学生と、学習塾やスーパーマーケット、コンビニでアルバイトをしている学生では、シフトの数がかなり違ってきますので、シフトの関係でアルバイト収入もかなり変わってきているということです。アルバイト収入だけではなくてですね、家族収入による影響も出始めています。コロナの影響を受けて、扶養者の方がお仕事をなくされてしまったりですとか、収入が少なくなってしまったということが、学生にも直接影響を及ぼし始めているということです。実際の学生の中でも、親御さんがお仕事を掛け持ちされているだけではなくて、学生さん自身も、アルバイトの数を増やして、少しでも生活の足しにできるように、今本当に頑張っているという状況があります。今回 NII さんのシンポジウムですので、この学びの危機のところがかなり皆さんのご注目されることかなというふうに思うのですが、オンライン講義と対面講義についても今回調査をしました。その結果ですね、オンライン講義が非常に評価をされているということが、やはり明らかになってきました。理由としましては、いつでもどこでも好きな時間に講義を受けることができますので、そのことに非常にメリットを感じている学生が多いです。そして、周りの目を気にせずに講義を受けるということにも非常に評価が高いです。特に、
身体的な障害を持たれている学生さんですとか、どうしてもこうコミュニケーションに不安がある学生からすると、やはりオンライン講義ですと基本的には一人で受けることができますので、周りの目を気にせずに講義に本当に集中をすることができますので、そういった点で評価をされているということでございます。一方で、対面講義が依然として求められていることもあります。理由としては、図表に示している通りなのですが、やはり友達と直接会える喜びですね。この喜びを感じている学生が非常に多いです。ほぼ6割の学生が対面講義だと友達と直接会えるので嬉しいというふうに言っていますし、少し割合としては少ないんですが、講義がオンライン講義と比べて理解しやすいというふうに回答している学生もいました。また、講義中に分からないことを友達にすぐ聞ける。こういったことに、いいなというふうに思っている学生もいるということです。やはりオンライン講義ですとパソコンを、開けて閉じてだけになってしまいますが、対面講義ですと実際に隣には、同じ受講生がいますし、目の前には大学の先生がおられますので、そういった環境は非常に学生にとってもやはりメリットがあるということが、調査から分かりました。3点目、コミュニティの危機ですが、つながりの危機というふうに書かせていただいています。これはどういうことかと言いますと、昨年の段階だと人と人とのつながりはある程度あったんだけれど、会えないことによってコミュニティが作れないということがピンチなんだというふうにお伝えをしていたんですが、コロナ2年目に入って、そもそも人と人とがさらにつながれない状況になってきましたので、コミュニティの危機、以前の問題でつながりの危機なのだというふうに今お伝えをしているところです。1、2年生で見てみると、友人が3人に1人、5人未満というふうに回答している学生は3人に1人ですので、結構割合としてもまだ高い状況がございます。こういったことから何が見えてきたかということですが、つながりを失っているということは今お話しした通りなんですが、社会体験の喪失と自分の喪失ということがございます。社会体験の喪失というのは、やはりアルバイトであったり、インターンの期間がかなり失われてきているということであったり、学生だからこその経験といっても過言ではないと思いますが、やはり長期、休暇の際に留学に行くとか、まあ、旅行に行くとか、そういう、こう社会的な体験、文化的な体験が今なかなか大学生にとってはしづらくなっているということです。あと自分の喪失というところは、自分がこれでいいのかわからないという声が非常に多く上がっています。人とつながれない世の中ですので、そもそも比較ができなくなってくるので、私はこういうふうに一生懸命頑張っているんだけど、周りの人の頑張り方がわからないので、これでいいのかわからないという状況が起こっていまして、そのことで結構不安な状況に学生は置かれているということでございます。続いて2年生にスポットライトを当てて見ていきたいと思います。コロナの影響を直接というか一番受けているのが今の大学2年生になりますので、その大学2年生について見ていきたいと思います。今ご覧いただいているのは、大学生活の充実度についての回答結果になります。2年生のところで着目いただきたいのは、大学生活あまり充実していませんと回答した割合です。30.7ポイントになっています。対して3、4年生で着目いただきたいのは、茶色の部分。3年生ですと32.5ポイント。4年生ですと31.2ポイントというふうになっているところ。これが充実していないという回答になります。なぜ3、4年生では充実していないという回答が多くて、2年生ではあまり充実していないという回答が多いかと言いますと、やはり3、4年生はコロナ前の大学生活を知っていますので、それと比べたら今の大学生活は充実していないというふうに言うことができるんですね。対して2年生はそもそもコロナになってからの大学生活しか知らないので、下の方にも声として書かせていただいていますが、充実しているとは思っているんだけれど、実感がない。なので、あまり充実をしていないという選択をしている学生が多いということです。かなりですね、戸惑いを、大学2年生は感じているということがお分かりいただけるかと思います。登校日数についてもですね、書いておりますので、ご覧いただければと思います。2年生よりも1年生の方が、多いという結果が見えてきています。14スライド、15スライド目のところは、やはり大学生活の基準が2年生にはないので、不安感が高まっているということが書いております。ぜひご覧いただければ幸いです。まとめますと、不安の部分は2年生が突出をしているということでございます。将来に対する不安、意欲、無気力感、気分の落ち込み、孤独感、不安、いずれの項目を取りましても、2年生の不安がかなり高まっているということが今分かっています。とは言いつつもですね、大学生非常に今頑張っていますので、その頑張りについても少しお話をさせてください。前提として、人とつながれない中ですので、一人でできることを頑張っているんですが、その頑張りについて見ていきたいと思います。
オンライン留学があるので、そこに向けて勉強頑張っているという声ですとか、学園祭をやるんですけど、ウィズコロナ、今の状況でも楽しめる学祭を考えていますという声。そして、アルバイトをしている学生からは、気持ちいい挨拶や笑顔で接客するっていうこと、お客様を第一に思って一生懸命働いているので、かなり、疲れるんだけれど、達成感もありますという声が上がっています。その他ですね、4年生は、人とつながりがある方ですけど、ズームで一生懸命週3くらい面接練習をして、就活がうまくいきましたという声ですとか、文系の学生なんですけど、プログラミングの勉強を始めてみて、今ではなんとお仕事がもらえるようにまでなったという声も上がっています。あとですね、ボランティア活動で、小中学生に勉強を教えているということですとか、つながりがある学生でも、オンラインで、ゲームであったり、オンライン飲み会という形で、つながりを保ち続けるために、本当に努力をしているというような頑張りも、聞こえてきています。一方でですね、今回は頑張りを教えてくださいというふうにお願いをしたんですが、その回答欄のところに、日々の生活を送っていることこそが、私の頑張っていることだと思うですとか、基本的な生活をちゃんとしていることが、僕、私の頑張っていることなんですっていうふうにご回答いただいている学生がかなり多かったです。頑張っていることを聞かれたときに、もう生きることを頑張っているというふうに、答えざるを得ない状況というのは、かなり憂慮すべきことだなというふうに私自身は感じております。他にもですね、今回は、後輩へのアドバイスも、もらいました。次から入学をしてくる、新1年生ですとか、4年生から2年生に対してのメッセージもいただいているんですが、とにかく主体的に行動していくことが、自分の人生を切り開いていくから、とにかく自分から動いていこうという声ですとか、コロナ禍で自分の生活の時間を見直すチャンスだというふうに思っているので、そういった形で、好きなやり方でこの辛い状況を乗り越えてほしいというと声も、いただいているということです。一方で、先ほどの声にもあった通り、なかなか孤独な生活を送っているので、本当に助けてくださいといった声とか、大学生って本当に、国民の枠組みに入っているんだろうかという、結構、痛烈な、声も届いてはいます。それくらいにどうしてもこの追い込まれているような状況があるということです。私の印象に一番残っているのは、この声なんですけれども、コロナ禍で、なんとかこの人の痛みに気づいて寄り添えるような優しい人になりたいから頑張っていくといった声も上がっています。最後になりますが、やはりリアルな人と人とのつながり、コミュニケーションが求められていますので、人とのつながりづくり、学内の課外活動の再開活性化を、大学生協が協力しながら、そして社会がどのように作っていくかが今非常に求められているなというふうに思っております。つながりづくりと社会体験をどのように作っていくのかということが、必要なんですが、今回のアンケート結果を受けてですね、全国大学生サミットということで、開催を予定しております。オンライン授業の今を語り合おうという分科会も設定させていただいてますので、10月31日13時から17時でぜひですね、皆さんのご参加も頂戴できればなというふうに思っております。以上がコロナ禍の大学生の今となります。以上でございます。